はい、田中90です。今日はね、本当はバトルパスさ50まで上げてさ、 FFAR のなんかやつ紹介しようと思ったんだけどさ、もうこれ絶対独自サイトじゃないよね。見て、このレッドドットついてるんですよ、デフォルトで。これ絶対独自サイトじゃないでしょ。これがデフォルトだったら強いけど、絶対これ普通のレッドドットサイトなんだよな。まあでも明日にはね、気分変わって紹介するかも。で、今日はね、ちょっと気分乗ってる武器を紹介したいの、今。というのもね、この PKM ね、まあ田中90って芋武器好きじゃん。で、こいつクソ強くなってんだよな。というのも、強くなる形が良くて、ダメージが1上がったんですよ。割と3発キルね、ほぼマジでしやすくなってんの。まあ見ての通り、胸とか上腕に当たると、問答無用で3発キルになったんですよ。23メートルまで。これ強くね？芋性能上がってるんで、しかも。つまり、小賢しくねえんだよな。全般的に強くするんじゃなくて、もう俺は芋一本だよっていうね、そういう害悪としてのね、ポリシーを感じるか好き。ということで、今回このカスタマイズでやっていきます。モノリシックつけてもね、意外とアタッチメントの効果強めなんで、エイム時間遅くなんないので、射程に全振りするのがおすすめです。ということでどうぞ。来ちまったか、芋マップニュークタウンがよ。ニュークタウンマジでね、芋大好きだからな。しかもまあ、こっち強いからな、普通に上の LMG じゃねえ、スナイパーたちと打ち合えるのもおすすめ。スナイパー結構ね、甘えてっかんな。でも最近ね、スイッチブレードが CBR4 が暴れてくれてるおかげで、スナイパーが結構駆逐されつつあるから、LMG はね、その点はいいね。こいつだったら別にあれだからな。イモリさえすれば水ブレとかに勝てるかな。すいません、マジでいないっす。俺ここにいんのに、は？いや、遅いと。おい、何分かけて来てるんじゃ、NA45。おい、1分間かけて上に登ってきたんだけど、そりゃ気づかんわ。しかもヘッドショットだし。もう降りるわ、ここ。もうずっといねえもん、暇すぎる。お、勝負しようぜ。これも3発キルと。OK、この決め打ち回避できるかな。これいけるか、なんかすごい。 OK、 これでやっての、まあ強いんだけどな。これがやりてんじゃねえんだよな。これがやりたいんじゃないんです、僕は。僕がやりたいのは、もっと神聖なる芋なんです。OK？ これで、来るんじゃね？これ、抜けそうだよね。抜けねえか。まあね、逆にこれ芋だから相手。あ、リロード絶対できる、これ。これ絶対、だって詰めてこない。100% 詰めてこない。なんならこう、決め打ちしながらね。もう逆にこれ、なんかね、芋ってね、やっぱ、ね、一人ぐらいがいいんだよな、これ。みんな芋っちゃうとね、こうやって。クソ、舐めてるリロードできるからね。結構舐めリロードできるから。はなんで裏、あぶねえ、ナイスカバー。裏で湧いてんのか、これ裏で湧いてるってことだよね。やべえな、このゲーム。なんで脇ひどくなってんじゃん。オッケー、やってんの、強いおい、やりたい放題じゃねえか。オッケー、勝負しよう。そんな消去。ああ、やばい、勝負しません。自分が有利な時は絶対芋は勝負しないようにって師匠から教えられてるかな。いや、これ穴内でね、突っ込んでもいいんだけどね、多分死ぬほど待ってると思うんだよな。いや、俺の読みだと、お前ら死ぬほど待ってんだろ、これ。いや、もう、いや、危ない、なんかめっちゃ角つくんだけど。アナイアレーターって結構。やばい。おもんなさすぎだろ。これさすがに上で覗いてんじゃね、一人ぐらい。OK？ やってーの。これ救世主だ、これ。いやー、アナイアレーター出た。これアナイだからな。こいつアナイの時でかわすんだよな。これは抜ける。マジで強えな。いや、この試合どうしよう。この試合、見どころなさすぎたわ。このマップなんかすげえ速攻で選ばれたんだけど、めっちゃ人気マップな。このマップ BOCW だとね、人気マップだったけどね。こっちでも人気マップになれたらすごいね。ホットモバイルって結構、新マップ基本的にクソマップみたいな扱い受けるから、その中でも評価受けたらすげえぞ。ってことでやっていく。まあ、このマップね、結構芋マ、いや、チーレスは芋かな。正直。チーレスは、オッケー、芋マップだから、PKM マップとも言える。これ2キルしたよな。これで、まあね、このマップはね、やっぱ、ちょ、小僧、邪魔するんじゃないよ。いや、小僧、俺との動きがシンクロしてる。小僧。いや、小僧に譲らん。俺のは先だ。
で、リロール、これリロールして多分顔出したら多分ちょうどいいぐらいなんじゃないか。 OK? 強くね俺のエイム。まあ、結局最後は物を言うのはエイムなんですよね。で、裏分けしたけど、これ詰めたらね、なんか荒れそうな感じする。これどこにいんのこれ。実際、これ実際どこにいんのこれ。ここ S? 強っ。OK、これをやって逃げるか。いまいちわかんねえな。おい、やっぱこのチラミ小僧との敵の入れ食い競争になってんな。これ裏で湧いてんだろ。ショックあるシーンによるとこっちがいる。でもショックあるシーンはね、100回に1回ぐらい嘘つくかな。これで多分、いや、ガチだ。あー、しょうもねえ。小僧どこ行ったんだお前。大事な時小僧出てこなかったんだけど、この小僧、小僧大事な時に出てこねえ。OK? いや、マジで、これでも淡々としすぎ感あるな、強いから。マジで強い。マジで強いんだけど、マジででも淡々としちゃってる、なんか。なんか動画ばしね、この人。この人ダメっすね、なんか。あんま、動画としてはなんか、あー、でもこれなんかちょっとあれ、強いんだけどね、これあんまね、勝つためにはね、強いんだけど。OK? あ、強い。これ直撃死んだの初めてかもしんね。OK?いいんじゃないこれ。マジでこれ強いからな、普通に。強いんだけどね、これ味方に味方に利敵するような内容だからね、あんまね、面白くないんだよね。ドラゴンファイヤーって効果が。強いけど面白くねえ系の字だな。上から下見るとあんま強くねえんだよな。これ敵を抜くか。いいねー。やっぱあの上を取れてるときは強いんだよね。あの上取り返すか、もう一回。まあ、穴に出したらいけるっしょ。おい、登れって。穴に出したらいけるっしょ。まあ、俺に任せません。アナイの達人と恐れてるからね。オッケー、オッケー、やっての、多分この上見てると思うんだよね。見てねえか。やっての、うまくね俺アナイで、この多分ね、俺の読みだと多分ここ待ってる。この上で多分美味しい。なんで UAV 出るん、このタイミングで。逆に UAV 返すわ、まあ、バレてるからもう一、まあ、これで、まあ、あ、撃つ、これが PKM の強みだよね。これ別に下打ちしてるわけじゃない。これでいるでしょ、ここ。いねえ。やばい、待て、落ち着け。ここクリアリングするって どういうこと。ここクリアリングする、ここクリアリングする、普通しないわ。常人じゃないね、彼。でも彼、常人ではないですね。常人はあそこクリアリングしね。このマップ暇っす。このマップ暇っす。あの、途中喋ることがなくなるぐらい暇っす。これで味方が犠牲、味方犠牲になる。まあ、撃つか、一緒に。OK? 味方を犠牲、おもんねー。やばい、穴井、ああ、これ出た。穴井配置ね。いわゆる穴井配置。危ない。穴井が出てるプレイヤーにね、キルを取らせようとするからな、基本的にこのゲームは。俺はね、プログラマーのね、プログラミングの癖すらも見抜いてる、もう。また UAV っすか?こんだけ UAV 落とす。これ俺のおかげですね、このチーム勝ってんの。実際。UAV はね、マジで落とさないと負けるからな。これマジで一番初心者に来てほしい事実。UAV は落とさないと負けるぞ。また、どんだけ穴いてあるの?いや、もうここでね、湧いていけないの。ここね、マジでみんな、いや、湧けな、ここ。ここでね、ほら、こうやってね、すぐ湧くとね、なんかね、穴井に配置されるんだよね、このゲーム、マジで。これオカルトだと思ってるでしょ、みんな。違う、マジだか、これ。すぐ湧くと、穴井に配置されるのよ。穴井の餌担当に。だから、すぐ湧いちゃダメね。ということで、途中も PKM の話をね、しなくなったから、PKM はね、結構外役性能高いです。まあ、見ての通りね、ずっと待ってる、特にチームレスマッチで強いと思うんでね、ぜひ、チーレスの民、使ってみてください。お疲れ様でした。おつ。いや、アナイアレーターさ、なんかオカルトみたいなこと最後言ったけどさ、実際でもさ、なんか、コットモバイルオカルトあるよな。なんか、ないジンクスみたいな。理屈じゃねえ何かがあるんだよ、このゲーム。